皆さんこんにちは。一心塾の森島です。今日は皆さんと一緒にビジョンを描くとはどういうことか一緒に考える機会を持ってみたいと思います。こちらちょうど一心塾誕生の時にですね、創設者の大前健一さんがこんな風に語られました。最初に国家ありきの中央集権から最初に生活者ありきの生活者主権の国づくり、こちらに挑む主体的市民の輩出、それがまあ一心塾のミッションでありました。ではどうして中央集権が出来上がったのか、まあ、ちょっとそのからくりを紐解いてみたいと思うんですね。でまず政府が計画立てます。最初にビジョンを提起して、でこれでいくよと、まあ、例えばコロナ禍だったら、まあね、こういう方向に向かうところに補助金出すよと、まあ、計画立てて、で民のが見てるわけですね。で時に企業はその政府の動向を見ながら事業計画を書き直したりしながらでも補助金もらえるわけですね。そしてまた政府がね、次なる計画アフターコロナ、ね、今度はこういうところに補助金を、ただ今度また企業もこうね、それを見ながらですね、事業計画を書き直して、まあ、こうやって追従していくと、まあ、中央集権社会の出来上がり、こういうことだと思うんです。じゃあ、市民が主導する形の生活者主権の国づくりってどうやってできるのかっていうと、まあ、市民が最初にプラン作るんでしょうね。ビジョンを提起する。で、ビジョンに多くの人が共感して、でマジョリティが共感すれば政府は追従せざるを得ません。民主主義ですから。でまた次のこう、ね、ビジョンもいち早く提起して、で多くマジョリティがもう共感すればですね、政府は追従せざるを得ません。そしたらいち早くまた次なるビジョンですね。まあ、こうして出来上がるのが、この逆三角形の生活者主権の国であります。まあ、つまり変革はスピードだった。いち早くビジョンを提起したるものがその時代を制すると。まあ、これある種歴史の原理ではあるかと思うんですね。今ですね、コロナ、まあ、パラダイムシフトの段階っていうのはもうビジョンを描くにはもう絶好のチャンスだと思います。従来の枠組みが通用しなくなった時、要するにブルーオーシャン、まだ手つかずのところがたくさんあるんですよね。だからそこにいち早くこう、ね、ビジョンを提起して、皆さんがいち早くその現場でもうチャレンジ、実践を進めるというもう絶好の機会ですね。でこれ逃しちゃいますとね、もう誰かが新しいレール引いちゃいます。で、それがどんなに不条理なものであっても、後からそれをひっくり返すというのはもう数倍のエネルギーが必要なんです。だから、まず手つかずのうちに、もう一歩でも半歩でも、いち早く未来の側に立つことが大切ですね。ですから、今こそ、いち早く皆さんのビジョン、実現のチャレンジを大いに期待しております。頑張りましょう。